で、こんにちは、なかなかこういうので喋るの慣れてないのでどうしようかと思いますけれども、どうしようか。で、今日これなんですけど、今まで統合テレビっていうので我々まあ本当データベースとかツールの使い方っていうのをこう、まあ、ビデオに撮ってそれを、まあ、スクリーンショット撮ってるんですけど、それを、まあ、放送というか、まあインターネット上に置くと、そういうことをしてきたんですけれども、まあ、今回、まあ、それ以外にもですね、セミナーですね、僕らがこう今も話してますけど、そうじゃなくてもっと本当は観客、これ無観客ですけど、観客がいるところで話したやつをこう撮ってこう貯めて、まあ、話聞くと、そういうのをやってきたんですけど、まあ、今回、まあ、初めての試みとして、まあ、これは出演者側に結構負担がかかるんじゃないかと勝手に自分では思ってますが、ですね、生で話をやろうと。で、今回いろいろありましてというか、まあ、機材を揃えてというか、まあ、こういう中継をする、まあ、体制がだいぶ整ってきたということもあって、今回まあ試しにですね、こういう生での統合テレビで、まあ、略して生統合テレビで、これが皆さんちょっと見えないと思うんですけれども、多分写真で先ほど、僕がリツイートしたものにでこう様子が写真で上がってると思うんですけれども、その様子であるように、まあ、スタジオのようになりましたと。で、僕らが今ここいるのはネズなので、ネズスタジオ、ネズはネズでも忍ばずの意見みたいに忍ばずというのと同じようにネズってことで寝ないスタジオということで、ネズスタジオというふうに名前をつけて、まあ、お話ししようと、ちょっとお話の、まあ、練習をやろうということで、どうせやるんやったらなんかもういきなり本番でということで、こんな感じで今やってます。はい、私申し遅れました、ボーノと申します、よろしくお願いいたします。でですね、まあ今日じゃあそれで試しで本番といっても何を話すかということで、まあ僕が話したいことがあるというので、いきなりこうやらせていただきました。でもネタは実はもう流してツイッターで流してます。で、このやつの一応ハッシュタグっていうのは、NZ レディオということで、ネズレディオということで、シャープの NZRADIO というので一応やってますので、皆さんもそちらで言っていただくと、なんか僕が反応して話を、やるネタにしたいので、ぜひ聞いてる人はやっていただくなり、やってほしいなというふうに思います。まああまり最初なんで、あんまり前にも宣伝僕は一応したんですけれども、してないに当たってるので、まああまりないかと思いますが、まあ、ぜひツイッターでつぶやいて増やしていただけるとありがたいなというふうに思ってます。はい、でどうしましょうかね。スタッフの方から何も別に指示が出ないので、勝手に進みますけど、いいんですか。あ、そうですか、はい、いいということです。ですので、じゃあやろうと思います。で、一応今日のネタとして私が提唱したのは、統合テレビ誕生という、こうエヴァンゲリオンのある説をこう、説じゃないな、テレビ版ですね。皆さんテレビ版のやつってリアルタイムには多分見てへんかった人ばっかりと思うんですけど、僕なんかは、まあ、僕も実は見てなくて、撮ったやつを DVD に撮ったやつを見て、でこいつオタクやというふうに言われながら見てた、そのエヴァンゲリオンのネルフ誕生っていうのがあったんですが、それの文字入りで統合テレビ誕生ということで、今日はちょっとその前後の話を、なかなかねこういうのは周りの人にはよくしてるんですけれども、こういう何ですか、一般回線というか、皆さん不特定多数の人に対して話したことはなかったので、まあちょっとお付き合いいただければと思ってやってみようと思います。それで、はい、まあそのやつはですね、まあ誰でも見ればいいんですけれども、こっちはいいんですかね、これですね、今お話したやつはここのこういう感じで4つのお題になって今日はお話ししようと思います。あ、ちょっとこれずれてますね、まあしょうがないか、はい、まあそういうことでお話したいと思ってます。はい、でですね、まあまあ最初からの話をしていきたいと思います。で、統合テレビっていうのはいきなりこういうのをやれって誰か上から言われてとか始めてたわけじゃなくて、一応まあ歴史があるんですね。一番最初はまあそれこそ言われて やれへんかったって今言いましたけど、本当はまあ言われたことがあって、それは何かっていうと、この DBCLS ができる前にですね、まあ僕らも別のところから DBCLS 全くないところからできたので、
来たわけなんですけれども、その時に上の人というか、まあ、当時この DBCLS のこうディレクションを担ってた偉い2人の先生がおりまして、まあ、ここでは仮に T 先生と O 先生ということにしますけれども、その T 先生と O 先生がねですね、まあ、僕らに対して言ったことがありました。それは一番最初に、まあ、僕らいるんですけど、なんかまあ、てんでばらばらだったらよくないので、とりあえずボーノは教育をやれというふうに言われました。で、今でもそれこそバイオインフォマティクスの教育とかいうのはものすごくまあ、課題で、バイオインフォマティクスの人が足りない足りないというふうに、まあ、未だにも言ってますけれども、当時ももちろんそういうふうに言ってたから、教育を やりたまえというふうに、言われました。で、それがあってですね、でもですね、まあ、僕らやるんですけど、僕自身は前はちょっと DBCS 来る前は、まあ、田舎の秘境にある某大学で、研究を中心にやってたんですけれども、だから、まあ、むしろあんまり教育っぽいことはやってなかったんですけれども、まあ、DBCS という、まあ、センターに移るという時に、まあ、センターで、まあ、やることは何かと。で、この教育ってことなんですけれども、実はその統合データベースプロジェクトという、まあ、僕らがやってたその2007年っていうか、本当は2006年なんですけど、2007年からやってたプロジェクトでは別の分担機関という形で教育ということをやる学校というか、まあ、分担者がいたんですね。まあ、それは、まあ、東京大学とお茶の水女子大学と、長浜バイオ大学というところが教育をやるということで分担して教育をやりますということで、学生さんに独自のプログラムを作って、それを、まあ、教育してですね、どういうふうになるかというのを、まあ、やっていただいてたわけです。じゃあまあ、僕らは、まあ、DBCLS、まあ、中核機関ということで真ん中のまとめる機関だったんですけれども、じゃあそこで何をやるかと、なんかその同じようなことやってもしゃあないやろうということで考えました。で、そこで出てきた答えっていうのが2つあって、その1つが統合テレビであり、もう1つが統合データベース講習会 AJAX AJACS だったわけです。で、まあ、この2つは、まあ、当時はもう本当全然かけ離れた2つで全然結びつけへんやんけ多いというふうになってたんですけれども、まあ、僕の中ではその当時から、まあ、つながってたわけで、まあ、それに関しては後おいおい話します。で、このとりあえず後者の方のアジャックスというもの、よく名前見る人は多いかもしれないですけど、本当は書いてあるんですけど、なかなか見ないと思うので、この機会にも紹介させていただきますと、まあ、そこにちょうどいるチョークレスさんがこれ考えたんですけれども、オールジャパンアノテーターキュレーター&システム DB マネージャーと、アドミステーターだったかもしれない最後でも、そこの人たちのオールジャパンアノテーターキュレーターシステムというのの AJACS の頭文字ですね。それを、まあ、使って、まあ、アジャックスという言葉にしてました。まあ、これはもちろん皆さんもご存知の通り、アシメトリックジャバ、何だっけ忘れました。要するに非同期で、ウェブサーバーが、ウェブがどんどんこう、出てきて、なんか後からどん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 こう出てくる非同期のシステムですね。アジャックス、AJAX。それの、まあ、文字入りだったんですけど、まあ、そういう名前をつけて、講習会をどんどんやっていこうと。そういうのが一つの、まあ、狙いですね。まあ、もちろん、大学の方ももちろんやるんですけれども、僕らの場合は特に教える学生は持たないんですので、いろんなところで、まあ、ある意味講習会キャラバンを全国で行って、そういうふうな、まあ、教育を日本各地でやっていこうというのがこの統合データベース講習会の狙いでした。で、まあ、その回あって今も、現在何回やりましたっけ、37、8回目ですかね、忘れたんですけど、まあ、とにかくずっと続けてやってて、で、当時は僕らDBCLS が中心になってやったんですけれども、ここ、3年ぐらいですかねは GST さんの NBDC の方で、中心になって、企画していただいて、それがどんどん続いてやっております。そういうのが、まあ、アジャックスの講習会ということになります。で、まあ、それは本当そういう講習会で、この元々のアジャックスの名前は実は講習会の名前のために作ったんじゃなくて、元々はですね、本当そういう人材に必要な、そういう人たちを育てるための教材の名前でした。まあ、もともとは教科書を作ろうということで、そのテキストになる内容を貯めていくシステムとして、こういうアジャックスみたいなのをやってたんですね。で、そのできたテキストを持ってみんなに教えていこうと。で、それが今の、アジャックスのウィキとして、moddb っていうふうな名前で、moddb.dbc.jp ですね。その、こっちいいですかね。
見えますか、ね、あかん、いける、あ、じゃあこうやつですね、こういう形であの出るようになってます、はい、ここに全部講習会のテキストがあのこのようにできてて、こっちですね、こうですね、今こっちですね、こういうので、例えば、まあ、前回、去年の駿河静岡大、静岡県立大ですね、なんかやったような講習会資料とかがこういう形で、まとめられてて、どういう資料をやったかとかいうのは全てこういうあのところのウィキのページに書き込まれて、どういう実習をやるかとかいうのは全てこういうふうに書かれていると、まあ、そういうふうな、まあ、テキストとして、ここに、まあ、このサイト以下ですけど、どんどん蓄積されています。これが、まあ、本当あのアジャックスというふうなテキストで、まあ、本当5年前じゃないな、もう6年前になるんですけど、6年前にまあ計画した通りだいぶこういうふうなテキストのコンテンツができてるんじゃないかなと、まあ、一覧を見ていただくと分かると思うんですけど、いっぱいこうできててですね、あの皆さんも検索してここのページに行き着いたことがあるかもしれませんが、こんな感じで、まあ、あの溜まってます。はい、どうもありがとうございます。でですね、あのそういうアジャックスというコンテンツなんですけど、ここでアジャックスで書かれたのはテキスト情報がまあ主なんですけれども、まあ、それの行間を埋めるようなものが必要だろうということで、あの動画ですね、動画でやろうと、動画であのそういうツールの使い方、データベースの使い方を紹介しようということで、あの統合テレビというものを企画してきました。それがまあ、あのこれがまあ前夜ですね。まあそれはちょっと先走りしちゃいましたけど、その何が起こったかというのは、あのこの後の統合テレビ誕生のところでお話したいと思います。それがまあ本当2007年の6月までのお話でした。はい、でその後のお話、ここの誕生の方なんですけれども、今からそれをお話していこうと思います。で誕生した時はですね、あの本当僕ら別のとこから転職してきてですね、始めました。でその時僕と一緒にやってくれたのは、あの太郎ちゃんという方と、あと、はい、太郎ちゃんですね、太郎ちゃんという方と、ほのさんというあの方でした。このほのさんという方はあのアルバイトで週1回か2回来てくれるという方でして、まあ僕と昔一緒に、まあ、実験あの研究してくれた人だったんですけれども、まあ、最初はあのリサーチアシスタントとして来てくれてて、私含めて3人でこの統合テレビっていうのを作るのを始めました。でなんでこんなのしたのかというのを改めて考えてみると、もちろんその今までのテキストの行間を埋めるっていうのが、まあ、もちろんあのお題目であるんですが、実際にはですね、もうこれもあんまり言うとまた出版業界の方に怒られるかもしれないんですけど、もう今は言っちゃいます、せっかくなんで。これはですね、はっきり言って出版物に対する怒りです。なんでかっていうと、それはですね、私もまあ研究者ですから、昔はですね、本を出すとすごいなと、本を出せるようになったらすごいなと思ってたわけです。ですが、まあ、自分で実際出してみて、まあ、それはその時は本当嬉しかったんですけれども、まあその出してしばらくして気づいたことは、あの本にすることは非常に制約が多いと。で、あの基本的には本っていうのは出版社と出版契約を結ぶわけですね。で出版契約を結んで、あの向こうがうんと言ったらそれで出すという形になるわけです。だから基本的には、だから出版社が同意しないとその本は出せないと。なんですけれども、研究者として皆さんに伝えたい内容っていうのは、あの必ずしもそれと一致しないわけですね。もちろんそれが一致するレベルで、あの本を出していければそれは幸せだったんですけれども、だんだんあのそれを進めていくと、まあそうにはならなくなってきたわけですね。で、まあ本にすることは、あのまあ紙面の都合というのが、言葉がよくある通り、まあ全部書きたいことは書けないんですね。要するに本当いっぱい書きたいことがあるのに、あのページ数がこれだけだからというので、あの打ち切られますし、売れなかったらあのどないすんねんということで、まあ僕らは責任取らないから出版社が取り張るので、まあ彼らのまあ都合にもちろんなるわけですね。まあ、それはそれで、まあ、しょうがないこと、まあ、市場原理ですからしょうがないんですけれども、やっぱり伝えたいことを何らかの手段で伝えたい。その時に新しい手段で伝えられるんじゃないか。インターネットを介したあの手段でできるんじゃないかと。もちろんブログとかでこうテキストで書くことはものすごく
有用ですし、そういうのはずっと僕もやってきたんですけれども、まあ、今回新しい試みとしてムービーにしようと、動画にしようというふうに思いました。でそれはですね、ちゃんと理由があって、その時期、今2007年7月に統合テレビ誕生って言いましたが、実はまあこれも後付けだって言われるかもしれないですけど、当時確かに覚えてたのは YouTube が日本語化したんですね。それがちょうど2007年の6月19日なんですね。でこれは僕自身はあんまり、まあ、YouTube って英語ちゃうのっていう感じだったんですけれども、一緒にやってたクリエイター太郎ちゃんという方がですね、見つけてきてですね、日本語でもいけますよみたいなことを言葉は少なめに教えてくれたことがありまして、それがあって、あ、これはいけるかなというふうに思って、手探りで始めていったっていうのがこの統合テレビの誕生のきっかけです。もちろんそんな後から言ったんやろって言うけど、まあでも大体はこれだってですね、本当に。でもまあ YouTube ができるからといって YouTube に最初からどんどん上げてたわけじゃなくて、今でこそ YouTube での統合テレビの再生の方が本ちゃんより多いんですけど、本ちゃんのサイトを作る方法を最初にしました。でその本ちゃんのサイトなんですけれども、あれですね、じゃあどうしようかと、で自分たちでなんだろう、そういうサイトを作ってやろうっていうのでは荷が重すぎますので、どうしたかというと、これもブログのシステムを利用しました。ブログですとどんどん自分でコンテンツを書いてですね、それをどんどん公開していくという繰り返しをするわけですが、その中にですね、動画で作ったコンテンツをリンクとしてインターネットのハイパーリンクで貼って、でそれをまあ皆さんにダウンロードしてもらって見てもらうというシンプルな形から始めました。でそのブログのシステムなんですけれども、現在では旧統合 TV っていう形で、ちょっと脇へ追いやられたみたいに見えるかもしれないんですけれども、ここにありますけど、この旧統合テレビですね。あ、いいですか。この旧統合テレビっていう風な形でやってる、こういうちょっとレガシーな雰囲気が漂う、こういうインターフェースで始めました。今は本当これいい、素晴らしい今のインターフェースになっちゃってて、こんなん押すと出ますとかなってますけれども、当時はそういうのはなくって、当時のやつを、見ようと思うとですね、これで、こんな感じで1個ぐらいちょっと新しいのを見ていただいて、当時のを見ようとやるとどうするのかな、これでいいのか、これでちょっと2007年とかに戻ってみましょうかね。2007.html とかやってみると出ませんね。2007の、じゃあ07とかやると出ましたね。こんな感じで、本当これ一番最初の、実は第一作目のやつはバイオマートを作ってます。いきなりその2なんですけれども、その1があったんですけど多分消えたんでしょうね。こういう形で、はい、ちょっと分かりやすく作り直されちゃってるのであれですけれども、バイオマートから使い倒すから始めてます。本当すごく単純で、データを取得してやるみたいなものになってますけど、本当バイオマートっていうのがすごい伝えたかったから、これ一番最初にこういうふうに出てます。後からこれをつけたんですけど、最初は本当クイックタイムムービー版とかフラッシュの動画版っていうのを準備して見てもらうことにしてました。で最初は本当そういうふうなもので、誰でも見れるようにってことでやっていてですね、そういうものすごくもうすごくよくあるブログからリンクしてなんか見るみたいなスタイルで始めてたんですよね。本当これは手作りでやったシステムで、別にこれはその統合テレビ用にできてる作ったシステムでもなくて、本当ずっと下の方見ていただくとでき出てるように、この T ダイアリーという本当ブログを書くため、当時よく使われたシステムですね、 Ruby を使ったこういうシステムだったんですけれども、それをちょっと応用して組み合わせて使うことでこのような仕組みをほとんど外注とかしないで自分らのところで内製で作ってっていう風なものにしてました。で後からどん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 継ぎ足してやっていって、例えば一つやったのはそういう外部のサイトに、動画公開サイトに登録していくってことで、YouTube もそうですけれども、ニコニコ動画とか、あと iTunes のビデオキャストの方に登録してやっていくということをやりました。で外部のサイトに出すときには特に問題になってくるのがライセンス、
今もそういうふうなのでよくあの皆さん見ると思いますけれども、ライセンスに関してなんですけれども、それに関しては DBCLS ができた時にデータベースのライセンスはどうするんだということで結構まあ議論がありまして、その結果我々はクリエイティブコモンズライセンス、ここに出てるやつですね、を使おうということで、クリエイティブコモンズライセンス の, あの表示ってやつですね、 CC BY というこれですね、をやることで、あの誰でもあのこのこれもこれクリックするとその条件が出てくるんですけれども、これですね、表示原著者のクレジットを表示するだけで、あの複製もできるし、こんな風に実演してもいいし、二次著作物も作れるし、営利目的でも使用できるという風なライセンスで、あのこの統合テレビっていうのをどん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 、あのそういう商用サイトにもアップして公開していくことにしました。まあ、それがあの本当統合テレビの初めの誕生期のお話なんですけれども、なんか皆さんないですかね、あんまないかな、うん、あるといいんですが、まあないようなので、あのぼちぼち進めますけれども、はい、聞こえてませんかね、あ聞こえてない人がいるって言ってますけど大丈夫ですかね、まあいいや、はい、いいそうです、うん、そちらの問題らしいです、はい、でまあそういう経緯で、まあ、統合テレビは始めましたと。で今はもう2013年のもう4月ですから、まあ、それからまあ約6年だったんですけれども、その統合テレビができてからどういうことがあったかというので、これからそれからの話にだんだんなってくるんですけれども、これですねうん、であのすごいですね最近の統合、うん、ツイッターは最近ツイッターはここ出ますよ、これユーストリームをなんか進化にちょっとまた怯えてますけれども、あのインターネットの進化怖いですね、これツイッターを今見たはずなんですけれども、ユーストがもう入ってますよ、どうしましょう、ここで流したらこれ僕が僕でまた映ってみたいになるんですかね、まあいいや、それはまあ置いといて、あの本題に戻りますと、まああのまあ、統合テレビを始めてからいろんなことがありましたという話をちょっと今しようと思ってます。でこれに関してはちょっとまあね、いろいろ問題があるかもしれないんですが、ちょっとしようかなと思います。で統合テレビこれ始めたんですけれども、まあ当時いろいろ今も言われてますけどいろいろ言われました。で大体評価は、ね、二分するんですね、すごくいいっていうのと何やそれっていうのと分かれます。で一つはやはりあのすごく言われてで今までも苦労したのは、それは日本語でやってて意味があるんですかと、僕ら研究者は英語でのコンテンツを発信してこそあのでしょみたいな、それやって論文になるのみたいなやつですね、それに関してなんですけれども、統合テレビをすでによくご存知の方はあの上の一番上の方に表示されてる、これ古い方ですね、古い方を見ていただいて一番上に見ての通りあの論文掲載されています、掲載されました、まあ、2011年ですけども、だから別に日本語のものだけを集めてるわけじゃなくて、ここにイングリッシュとある通り英語のものももちろん作ってるわけですね、こんな感じで、はい、いっぱいあります。で、もちろん日本語を優先するっていうか、あの日本語で我々日本の科学者はコミュニケーションするし、あの普段のやるものも日本語だから日本語をまあで情報を得られたいに決まってるし、今だって多分皆さんそうだと思います。もちろん俺は英語しか取れへんという人もいるかもしれないんですけれども、多分あの日本語で分かった方がいいと。で日本語で出てきたものは、英語で出てきたものは日本語に翻訳されたしたいとか、そういうふうに思うと思います。ですので僕らは日本語を今メインに作ろうと。で統合テレビ自体今700ぐらいあるんですけれども、あのそのうち英語になってるのはこんな感じで、あんまりそんなたくさんあるわけではありません、あのこんだけです。あのですが、まあ、あのうん、あの日本語でたくさん発信しつつも英語でやるということで、あのこういうふうに論文には取っていただいているわけですね。ですので、あの、まあ、別に日本語でやったからといって、まあまあ、不利な点はよくもちろんあるんですけれども、まあ、あまりそのもちろん言語は日本語でっていうのをすごく重視はしたんですけれども、英語のものも入れることで、まあ、割とこういう何ていうんですかね、あの国際舞台の紹介なんかもできてきましたと。
いうことですね。で、あともう一つよく言われるのは、そういうのをあなた方作るのいいんですけれども、どんどん古くなるよね。例えば、僕らも6年もやってますが、その間に NCBI の、アントレのウェブサイトなんかもどんどん変わったし、変わっていきますよね、と。で、そういう、もとで、それは新しい機能になったらまた作り直すのかということをよく言われました。で、機能作り直すのかということに関しては答えはイエスです。で、どんどん作り変えていけばいいじゃないかと。で、それは学生さんがどんどん、まあ、入学していっては卒業していってというふうな繰り返していくように、その人たちにみんなに勉強してもらって、最新なものを統合テレビという形で動画で出していけばいいじゃないかということで解決してます。それはね、一回作ったからって言っても未来英語を作んなくていいようなものはない。で、それは最近よく新聞ネタで昨日かなぐらいにも出てましたけど、首都高どうすんねんと。首都高速なんかも一回、もちろん何年前かな、東京オリンピックの時ですから50年近く前ですかね、作ったんですけど、まあもちろん50年前だけじゃなくてずっと作り続けてますけど、その50年前から今まで作ってきたものをどんどん補選して新しいものを作ってて、で今出てる話はもう全部作り変えて地下にするとかなんかした方がいいんじゃないかって話だと思うんですが、それと同じで我々のところも小さいフィックスも修正もしますし、大きく作り直すということもどんどんしていけばいいんじゃないかと。で、そういうふうな維持をしていくことこそが我々には必要なことで、みんなもそういうことを求めてるでしょうということで、間違いというかアップデートがものすごく変わって、この動画ではもう全然わからないなというふうに見つけたら変えていくというスタンスでどんどんやってます。その際にもちろん動画をが古い新しいというのは大事なんだけど、それを咀嚼して勉強する学生さんの、心も変わっていきますというか、皆さんの、なんていうの、流行りとかも変わっていくから、そういう今の学生さんたちが咀嚼したものが動画に入っているということこそが、面白いんじゃないかと。素晴らしい、それこそがデータベースというか動画になっていることが大事なんじゃないかというふうに思って、今どんどん作り直していくことをやっております。新しいものを作るってことはもちろんすごく大事なことなんですけれども、それよりもアップトゥデートなコンテンツにしていくと。で、それは本当にあってですね、この6年の間にいろいろウェブの方も進化があって、当時はあまり JavaScript でバリバリで、初めた当時ですけどね、は JavaScript バリバリでっていうサイトは少なかったんですけど、今は使ってないサイトの方が珍しいんじゃないでしょうか。そんな風に何ですか、動的なコンテンツというのがむしろ当たり前になってきて、普通のサイトでも使われると、そういう時代になっているので、ますますこういう動画で説明する、データベースこういうのがあって URL が書いてあれば全て済む時代は当然終わったわけで、そういうのを紹介していくというので、この動画で行間を読むコンテンツというのは、行間を見せるですかね、コンテンツというのはすごい大事なんだというふうに思ってます。これがもう本当よくご批判いただく方へのお答えでして、ぜひそういうのを言っている人いたら、こういうふうにボーノはそう言ってたと言ってほしいんですけれども、本当そういうふうに思ってます。はい。で、それが統合テレビ出してる言い訳のような本当の話なんですけれども、ですね、それでそんなふうにして僕らやってきてたんですけれども、外部のコンテンツに動画を上げていく上でちょっと事件が起こりまして、それに関しては僕はニコニコ動画事件って呼んでますけれども、言っちゃいましたけど、某動画にですね、アップしてたら、そのところから、そのサイトが言ってきたんじゃなくて、それにアップしているというと思われる人からなんかちょっとクレームがついてですね、僕らみたいなところがそういうデータベースの使い方とか、そういうウェブ関係のそのコンテンツをどんどん上げるから、そればっかりになってて、カテゴリーが占拠されてよくないというふうに言われたことがありました。で、そういうアンモラルな行為と呼ばれたんですけれども、そういうものに関してですね、上 の、 監督官庁までちょっと言われかけたんですけれども、でも、コンテンツをいっぱい出すことが大事なことだからということで、監督官庁の担当の役人のさんも理解していただいてて、それはそれで
とりあえずそこはすいませんということで、他の方にやろうということで、どんどんニコニコ動画やめて、YouTube の方にシフトしていったんですね。まあ、もちろん YouTube 以外にも iTunes ストアの方の iTunes の、 ビデオキャストの方にも上げたんですけど、まあ、割とビデオキャストを上げるのには手間が多いということで、最近ちょっと人でも足りないということで、そのビデオキャストの方はちょうど実はこの3月でちょっとやめちゃったんですけれども、更新をやめたんですけれども、今は YouTube にの外部の方にどんどん上げるということでやってます。で、YouTube またこれで話戻るんですけれども、2007年の6月に日本語版ができてですね、それ以降どん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  YouTube の方は進化を遂げて、まあ、最初は10分未満のものはダメとかいろいろ制約があったんですけれども、まあ、我々が絶え間なくというか、まあ、どんどんコンテンツ上げてるのが認めていただいたのか、全員に対してなのか僕よく知らないんですけれども、フルで僕らの動画を上げることが今はできるようになってます。でそれを利用してYouTube の方に我々の動画のコンテンツを上げて、そちらの方のブラウジングのシステムで YouTube、 僕らの YouTube 統合テレビの動画が見えるというのが今、実は出てて、例えば YouTube 統合 TV とかで、ググるとですね、出てくると思います。それのこれですかね、 YouTube チャンネルみたいなのがありまして、これでもこれじゃないのかな、あれこっちかな、ちょっと違いますね、これか、ちょっと ID 出てますけど、なしかな、やめて、あ、一緒ですね、すいません一緒です。YouTube チャンネルの形でこんな風に人気のアップロードとかいう風な形でこういう僕らの動画が、まあ、まあプライマー3なんてはもう2万回ぐらい、再生してるんですけれども、まあ、いろんなものがこういう風なインターフェースで見えると、こちらの方でも見えると、もちろん僕らのオリジナルの統合テレビの方の、こっちか、すいません、ちょっといろいろあっちこっちすぎてすいませんが、こっちのサイトでも見えるし YouTube の方でも見えるということを、が今は実現できてます。でこの4月から実はまたちょっと仕組みを変えてて、今一番デフォルトで YouTube 統合テレビ見に行くと出てくるこういうものが、できてるんですけれども、これは実はもともと統合テレビキュレーテッドって形で統合テレビのまとめサイトとして作ってきたサイトなんですけれども、このサイトのを、まあ、正式な統合テレビとして今は統合テレビのウェブサイトとしてまあ、公開してまして、ここにはもう実は YouTube の画面なんですけどが直接、まあ、出る形というふうに、実はこの統合YouTube の版の統合テレビと今までの自分たちのハンドメイドのウェブサイトの折衷版みたいな形で出てるのがこの今の新しい統合テレビになってます。この新しい統合テレビは YouTube のいい点が入っててですね、まあ、皆さんちょっと試してないかもしれないからここでちょっとお見せいたしますが、ちょっと見えないか、でもいいか、これちょっとフル画面やめていい、よいしょ、あ違うわ、これ違った、F じゃなかった、あれなんか変えてる、ちょっとすいません、ちょっとこれシュリンクしていいですかね、見えてます。でこのと画面を見た時にこれをまあクリックすると動画がもちろん始まるんですけれども、それ以外にですねこの右上のこの i ってとこをクリックすると、実は何回すでにYouTube の方で再生されたかとか、下に書いてる説明文とかが読めると。で、まあ、これは最新のですから、まあ、9回と少ないんですけれども、下の方のちょっと前に公開されたものとかを見ると入ってやると再生数49回とか、まあ、そんな形で割と何ていうのかな、再生数気になる人向けに、まあ、こういうのが割とできるというふうになってるんですが、実はこのカウントの仕方が YouTube とこの本家の統合テレビの方で別々になってて、こっちで見たら YouTube の方のものになるんですが、本家の方でどれだけ見られてるかというのが割とみんな、気になるというか、僕自身もよく気になるんですけれども、そのためにこの番組ランキングというページがこっちの方で実は誰でも見えるようになってます。でこれをクリックするとこういうふうに昨日の再生数ランキングみたいなのが出まして、なぜか、なんでか知らないけど昨日なんでこれが1位なんですかね、ちょっとよくわからないですけど、僕が
僕のキャリアパスをお話ししたやつで74回も出てるんですけど、何ですかねこれ、おかしいね、なんかちょっと、まあいいです、それはいいとしても、これ僕が東北大の医学部でお話したやつですが、まあ、それ以外には妥当なところでイメージ J を処理するみたいなのが、イメージ J を使ってっていう風な使い方の動画が割と上がってます。はい、なんでこれがこんなに出てるんですか、ちょっとよくわからないですけど、はい、まあ見ての通りイメージ J がすごい人気です。でその、次ぐらいに PCR プライマーの使い、設計ツールプライマー3っていうのが割と人気になっているのがこの、特徴になってます。はいはい、それがまあ最近の統合テレビになってますね。はい、これがまあこんな感じのところがまあそれからですかね。なんか他にお前それ話してへんでみたいなのありますかね。大丈夫ですか。なんかあんまりカンペが出ないなというふうに思うんですけど、まあいいや。でじゃあ、まあ、まあこれまでちょっともうあんまり僕一人で話すのもなんか僕は楽しいんですけど皆さん多分楽しくないので、なんかツイッターでなんかあれば言ってよみたいに思うんですけど、なんかあんまりないみたいな、まあじゃあいいや。でじゃあもうこれからの話しちゃいます。まあ、これが最後なんですけれども、はい、これからなんですけれども、実は総合テレビここでずっと6年間ほど作ってきたんですけれども、まあ、この根津の地からですね、まあ、この DBCS 自体がちょっとなんか、入れなくなるんじゃないかなっていうふうな噂が立ってるというか、まあ、実際そういう感じなんですけれども、まあ統合牧場もここの根津のオリジナルの統合牧場は、まあ、このままでいくと閉鎖せざるを得なくなるというふうに、思ってます。で、まあ、それがですね、皆さんに実は言いたかったんでこんな形で、今までの関係者の皆様にちょっと、まあ、申し訳ないというか、まあ、お詫びじゃないな、なんか、まあ、時代の流れでそうなってきたと、これも諸行無常の一環だと思うんですけれども、ですね、統合牧場でこう統合皆さんが集まってワイワイ騒いでハッカーソン的なことをやるとか、みんなで集まって統合テレビを動画を作るみたいな場はちょっとなくなるんじゃないかなと、今のペースでいくとっていうことが現実問題として出てきてます。でまあはい、そうです、そういうことに、なっちゃうんですよ。だからまあそうなるとどういうふうにしようかというか、統合テレビはやっぱり作り続けたいし、こういうふうな形でやるのは皆さんがどれぐらい望んでくれてるかちょっとわからないんですけど、僕らとしてはやれる限り続けたいと、まあ、皆さんが望んでないならもうそれこそ、まあ、終わるかもしれないんですけれども、まあ、僕は勝手に望んでると思ってます。それはですね、僕自身いろんなところに、まあ、今こんな形で喋ってますけど講習会の講師とか講演会で地方いろんなところ、まあ、地方だけじゃなくて日本中東京もそうですけれども呼ばれていった時にですね、まあ、そういう話だから統合テレビ見てて非常に役に立ったという話いろいろ聞くので、やはりやれる限りはデータベース、日本語での、まあ、情報発信の重要なデータベースの一つだと思ってます。ですのでそういうのをやっていきたいと思うんですけれども、まあ、なかなか現実問題ちょっとわからない部分はあるので、もっと発展的に変えていきたいなと思ってます。今まではここの統合牧場に来ていただかないと動画は作れないという形だったんですけれども、それをもう少しですね、まあ、日本中どこにいてもインターネットではつながってるわけですから、そのインターネットを介して動画を作るやり取りができるとか、そういう仕組みを模索したいなというふうに思ってます。実は今日のこれもそれに向けた、まあ、一つの布石でして、こんな感じで、まあ、お話を聞いていただいてですね、でフィードバックいただいてみたいなんで、まあ、次の仕組みを模索したいというふうに思ってます。まあ、今までの統合テレビを作る仕組みというのは本邦初公開ですが統合司令部というところでやってました。あ、すいません、いいですか、ちょっとこっちに切り替えていただけますか。こういうことですね。こういう司令部っていうところがございまして、この司令部に書かれたものをみんなで、
見て、このチケットという形で切られてて、この、全てのチケット見ようかな、見て、まあ、サイトデザインはちょっとあれだな、こういう発言解析関係の統合テレビ、こういうのがまだ作られてないとか、これを作ってほしいとか、緊急ですとか新規作成ですとか、そういうふうなものを、割り当てて、仕組みとしてこうやってたんですけど、これもイントラのサイトでまだ、これは当然売っても外から見えませんので、安心してください、見えないんですが、外からでも当然これイントラでやってるってことはインターネットでもできるわけですよね。でインターネットでこれをアクセスしてきて、これ自分やりますみたいな仕組みに発展的にしていって、統合テレビを作っていきたいというふうに思うんですけども、その、まあ、何が問題かというと、やはりそれはですね、実際に作る現場でやっていただいているほのさん、まあ、先ほどは RA さんとして始めましたというふうに紹介したんですけれども、彼はですね、いっぱい自分自身でも統合テレビを作って、統合テレビマスターになってて、まあ、今は本当全部統合テレビの作成の監督をしてくれてるんですけれども、まあ、今ではもううちの職員になってて、今僕の目の前に、iPhone をいじっているんですけれども、その彼が今までは全部新しい、このここに書いてある ID が書いてある統合牧場の前より子羊たちですけれども、彼らをこう教育してきてくれたわけです。それが目の前にいないでどれぐらいできるかというところが確かにちょっとネックだと思うんですけれども、何らかの形でそれをインターネットを介してできるようなのはできないのかなというふうな、まあ、話をしててですね、そしたらこういう、今僕こうやってユーストリームで発信してますけど、このユーストリームの発信と、まあ、スカイプでお話しするというのをずっと前からですね、自分たちのデータのキュレーションとかアノテーションに、まあ、生かしてこられた王さんという方がおりまして、またさっきの王先生とは違うんですよ。王さんというのはね、王さんじゃあやめとこうか、 SO さんですね、 SO さんという人がおりまして、 SO さんがそういう仕組みでできるよっていうふうに言ってくれて、そういうインターネットを介したこういう会議のシステムっていうのをうまく使うことで、我々のその統合テレビの作成に関してもできるんじゃないかと。で、統合テレビの作成の多くに関しては統合テレビになってて、それを見れば一応できるはずなんですけれども、それで個別にわからないこととかいうのをこういう会議システム、まあ、これは今は一方通行というか、まあ、僕が話してあと画像を見てやってるだけだと思うんですけれども、あとはスカイプなんかを使うことでピアトゥピアで結んで分からないことをこうフォローしていく仕組みっていうのをうまく使えば、インターネットのコネクションさえあればできるんじゃないかというふうに考えて、統合テレビのこれからは、ここの統合牧場に来るんじゃなくて、どこにでもいてもできると、そういう仕組みを考えようと。あとはインセンティブをどこから出すかということですね、まあ、それに関してはもうちょっと事務的なお話なので、まあおいおい考えるとして、仕組み的にこういうのができるかというので、ちょっと今年度ですね、課題としてそういう仕組みの開発っていうのもぜひ研究課題に入れてはどうかというふうに思うんですけど、ほのさんいかがでしょうか。はい、そういうことが、まあ、これからと思ってます。で今も言った通り、まあ、統合テレビの方はこういうのでいいんですけれども、ファームに関して、統合牧場に関してなんですけれども、まあこれからですね、まあ、どうするか、まあ、こうプログラミングして集まる人たちってどうするかっていうふうなところは確かにあるんですが、まあ、それに関してもですね、まあ、我々が今までやってきた仕組みがヒントになっていると僕は思ってます。そのヒントとはハッカーソンですね。ハッカーソンって何かって言ったら、みんなで集まってハックするんですね。プログラムを書くと。で、あるところに集まってやって、で、それがまあ1週間ぐらいの期間でやるんですけど、その後は持ち帰って自分のところでまたやると。っていうのを、まあ、1年に1回か2回ぐらいを繰り返してやるというふうなことで、どんどんいいものを作っていくと。そういうのが、まあ、統合牧場の、仕組みでできないかなと。だから我々のところにインターンみたいな形で1週間ぐらい来ていただいて、で持ち帰ってまたやるというふうな形の、まあ、開発スタイルができるといいなと思うんですけれども、この場合もやっぱり今まで我々のところにいることで時間を拘束することでお払いしていた時給というものと、まあ、そのインセンティブがどこに行くかというところが確かに問題だと思うんですけれども、まあ、今後そういう研究をやっていきたいというふうな
人とか、ちょっとあの試しに覗いてみたいという人には十分なインセンティブになればいいなと思って、ちょっとあの考えてます。はい。何人か あの今の牧場のスタッフで、遠いところに行っちゃった人も反応してくれてるようなので、あのぜひこれに関してはあのまた後でお話ししたいと思いますので、ぜひあのご検討ください。はい。なので、まあ、東欧牧場が今の場所に残るかどうかというのはあと1年というふうに思ってください。だから、まあ、それまでの間に何かできることをぜひあのやりたいなと。で、まあ、東欧テレビのまた話に戻りますけれども、まあ、東欧テレビも、まあ、そんな形であの、うん、まあ、片手間ってあれですけれども、あのデータとして、動画の貴重なデータとして、まあ、維持するっていうふうな形をやりつつ、まあ、システムとして、まあ、あの、なんていうのかな、あの、まあ、メンテナンスモードとは失礼ですけれども、まあ、もうちょっと、あの、うん、メインの開発もおかしいな。まあ、ちょっとこの辺はあんまり考えてないので、あの、お話がちょっと上手、あの、うまくできないんですけれども、なんかちょっと新しい形をこう模索したいなと。それは、あの、まあ、ツイッター上とかで、とか、まあ、今僕らのところに来て、こう、議論してやっていきたいなと。いうふうに思ってます。まあ本当に一番望むなくは、いろんなところでお話、講習会とかにお話しに行って、その時に統合テレビの作り方講習会みたいなのをして、そういう人たちをどんどんこう、日本中に集めていくみたいなことが、あの、いいのかなと。で、まあ、バーチャルにつながってて、まあ年1回ぐらい統合テレビシンポジウムみたいな、ワークショップみたいなのを、まあ何らかの、まあ分子生物学会なり何なりの、あの、に併設でもいいと思います。そういうふうな形で、集まって、何かやるというようなあのスタイルにしていくのが統合テレビの今後の形じゃないかなってことで、僕の勝手な意見をあの言ってみました。なんかあの、残ってくれたスタッフの人なんかいけないですか？まあ私にしてみると、まあちょっと一人でこんなあの50分も話してて、なんかもうあのいいのかなと。なんか早口だから思ってたよりも相当早く終わっちゃったんですけど、どうしましょうかね。うん、うん、まあそんなんですね。はい。まあネズスタジオからのこのお届けするというのは、まあ今回試しに統合テレビをやってみたんですけれども、我々自身あのいろんなサービスを、まあ、DBCS でやってるわけで、あのその DBCS でいろんなサービスやってるってのはあんまり知らないって人がいるかもしれないので、せっかくなんで DBCLS でググって、説明しておきますと、このライフサイエンス統合データベースセンターでこれで新しいページができてて、このサービス一覧でですね、これ見ていただいたら、実はここでやってるサービスいっぱい出てきます。こんな感じで。はい。トップサービスっていうので、こう、我々のところでやってるライフサイエンス新着論文レビューとか、領域融合レビューですね。まあ、これに関しては皆さん、実は見たことあるんじゃないですかね。最近の流行りだと、例えばこの、新着論文レビューですと、流行りというかまあ、新しいやつですね。あとこの、ATR の上谷先生たちが出したあの夢の解読に関してサイエンスの論文で出て、ちょっとちゃう分野の人は読むの辛いなと思ったと思うんですけど、実は日本語で読めるんですよ、これ。すごいですよ、これ。僕も昨日読んだんですけど、面白いです。だちょっと違う分野で、でも興味あるなって人は、これでぜひ読んでみてください。はい。面白いですよ。と、まあちょっと宣伝めいてますが、でも本当面白いね、これは。まあそれ以外にも本当、まあ、ちょっと自分と違う分野のことをあの読むと面白いと思うので、ちょっと違う分野のことを知ってみるのにいいかなと。もちろん自分の分野のことはもう多分こんなところ読まなくても皆さん自分で英語の論文読んでると思うからいいんですけど、ちょっと違う分野を勉強してみるのにすごくいいんじゃないかなと思います。で、またですね、このトップサービスのもう一つであったこのライフサイエンス融合レビューっていうのは、これは去年から始めた我々のところのサービスなんですが、これはやっぱり今までのそのファーストオーサーズっていうのは出た論文に関してのレビューなんですけど、融合レビューはこれちょっと長めで、その注目されている分野に関して、その分野のまあ、よく知ってる先生方に書いてもらうということをやっているレビューで、長めのものです。例えばこの G タンパク共有受容体の刺激受容の仕組みとかいうのなんですけど、まあ、私自身も昔こういうのちょっと関係の G タンパク関係の研究してたんですけど、まあ、今は全然やってないからそういうの興味あるなと思った時はこういうのを読むとですね、続きを読むっていうので見るとこんな感じで長くGPCR の分類とか、まあ、GPCR に関してとかいうふうにずっと長く
を書いてくれてますので、あの勉強するには持ってこいと。だからこれから あのゴールデンウィーク、ちょっと違う分野とか新しい分野も勉強してみたいと思う人にはすごいあのいいリソースなんじゃないか、全部日本語ですので、あのいいと思います。ぜひ、まあ、見てください。まあ、そういうもの以外にも、あ、間違えた、間違えた、こっちだ、あ、違った、これだ、はい、すいません、あ、違う、また間違えたか、あれ、どこ行っちゃった、DBCS のあのお話をしてたんですけどね、僕、どこ行っちゃった、あ、これですね、はい、トップサービスのこの2つの話をしたんですけど、東方テレビではここに鎮座しておりまして、あのやってます。まあ、それ以外のうちのサービスのは、この自治体シーケンサー関係とか、これですね、クリックするとこうやって切り替わってあの見えますので、あの遺伝子発現とかなんかこういうのいろいろ、あと文献とか見えますので、ぜひこれも見て DBCS で何やってるかっていうのを知っていただいて、あのこのね、あのサービスいろいろに関してあのネタを提供、あの提供する形でこういうあの中継をやりたいなと個人的には思ってます。ですけど、まあ、この担当者の人が出てきてくれないとできないのと、あとやっぱりそれやっててあの話すだけのネタを作らないといけないのでちょっと辛いかもしれないんですけれども、ぜひそれはあのなんていうのかな、あのユーザー会だと思ってます。あの、まあ、今はちょっと確かに一方的に僕が話してますけれども、もちろんツイッターで今いろいろあのフィードバックいただいてて、まあ、それも今見てるんですけれども、まあ、そういう形でのこうフィードバックを含めたユーザーとの、まあ接点っていうのをこう作って、あのいろいろなこうテーマを決めて、今回は自治体シーケンス関係でやりますってことで、あの次回はぜひこれをお願いしたいと思ってるんですけれども、こういうあの自治体シーケンス関係の我々のサービスに関してあの、まあ紹介して、それのまあ何ですね、あのに関して議論して、どうこうしたいとかこういうのが欲しいとかこうやっていくべきだというふうなのを、まあお話しっていうか議論できればなと思ってます。もちろん僕らは喋るだけだけど、あのフィードバックに関してはあのこういうツイッターの、まあ、タグをつけてあの意見をいただくということで、僕も今目の前に見えてますので、ね、あのそういうふうな形でどんどんできるようなのを今後やっていけたらなと思って、まあ今日のあの試運転の最後にしたいと思うんですが、なんか試運転でもうネタつきやっちゃったんですけど、どうしましょうかね。まあこんな感じで、はい、今日は終わりにして、また次回があればあの次世代シーケンス関係というふうに私は示させていただきたいと思うんですけれども、それに関して何かディスカッションするのをやりたいなと思います。はい、じゃあ皆さんまた会いましょう。ネズスタジオからでした。さようなら。